それじゃ行ってくるね。俺今日は早く帰れるから風呂沸かしておくよ。行ってらっしゃい二人とも。僕も今日は早く帰れると思う。リュン、お前今日の配置どこ？用具と憲兵隊を指揮して町の見回りだよ。だよな。用具にこの前のことありがとなって伝えといてくれよ。じゃ。自分で言えよ。まあいいけど。ルナファは治安がいいはずだが、最近良くない噂を聞く。気をつけないとな。あの本当に結構ですから。ケンペイと小さな女の子、怯えているな。おい、どうかしたのか？邪魔をするな。宮廷騎士様。その小さな子が何かしたのか？迷子を見つけたので保護しようと。迷子？はる、では連れて行きますね。私迷子じゃありません。広場で兄と待ち合わせを。そう言って誰も来ないじゃないか。家で娘かもしれん。とにかく俺たちと来い。待て、君たち名前と所属は？この辺のケイラ担当は17小隊だろう。俺の見覚えのない隊員はいないはずだ。